まあ、連休ですね、皆さん、まあ、それぞれ過ごしておられて、まあ、多くの人が無事この教室に、まあ、また集まることができてよかったのではないかと思います。連休最終日に竜巻があったというのは皆さんもご存知だと思いますけれども、僕も、まあ、筑波にだいぶ長くいますが、ああいう事件が起こったのは記憶の限り初めてでした。はい、それでですね、まず授業の最初にいくつかその授業に関する情報をお連絡したいと思いますけれども、最初の時間に、まあ、シラバスというようなプリントを配りました。その中に、まあ、授業のサポートページという、まあ、僕の連携ですね、書いておきました。で、今までの間に、ね、少し更新しましたので、一応更新の内容をお知らせしておきます。まず教科書の正誤表、がありまして、でこれは教科書を作った先生方の声で作られているんですけれども、この教科書の正誤表へのリンクを載せていますので、各自確認しておいてください。それからあと、前回2回分の講義ノートとビデオなんですけれども、講義ノートはPDF でアップロードしてます。でそれからビデオなんですが、一応前々回と前回の授業の部分を、まあ、適当に、まあ、いらないところをカットして、で YouTube の方に載せておきます。ですので2回分の講義全編を後から確かめることができます。で、まあ、僕自身こういうことをやるのは初めてでして、まあ、特にあんまり大げさな目的ではなくて、とりあえずやってみたらどうなるかなと思ってやってるんですけれども、まあ、皆さんもし実際に利用してみて何か感想や意見などありましたら、お寄せいただければと思います。以上が連絡でした。何か質問ありますか？はい、それからですね、まあ、1回目の授業の際にガイダンスとしていろいろ述べましたけれども、 で、まあ、できればですね、その皆さんこの授業を受けていて分からないことがあったらですね、その分からないという内容をですね、各自つぶやいても、まあ、もちろん結構なんですが、できればそういう内容はこの教室の中で共有した方がよりみんなのためになるかもしれませんので、何か疑問が出ましたら、ぜひ、つぶやく他に僕に向かってもつぶやいてほしいなというふうに思います。まあ、もしくは直接手を質問してもらってもいいです。はい、それで、前回実数の連続性ということでですね、まあ、教科書に書いてある連続性の講義を、まあ、説明するためにいろいろなこの言葉の定義をやっておりましたので、まずそこからいくことにしましょう。で、一応その前回の連続性の講義と何を説明しようとしていたかというと、教科書の8ページにありますけれども、上に、まあ、この点は多分皆さん書いてると思うので、ノートで思い出してください。有害な、現象数列は、というのが、まあ、実数の連続性の効率一つの
形でして、まあ、それをじゃあ実際どういうことを言ってるのかということを、まあ、説明しようとしておりました。で、残念ながら前回はその全部説明するところまで終わらなかったので、前回の続きからですね、もうちょっとで終わりますので、そこをやっておきたいと思います。で、あともう一つ、この、まあ、講義の内容を理解するのに必要な言葉がありまして、ここからが今日の、新しい内容なんですけれども、その数列の単調増加とか単調減少という言葉について一応説明しておきます。
この連続性のコードですね、これをもう一度見てみましょう。まあ、ここにありますように、上に有体の非現象と書いてきましたけども、これ同じんで、コード単調どうかな、数列は復元値を持つと、ということはそのどういうことかというと、まあ、数列、まあ、AN が与えられているものとしましょう。でこの AN っていうのが、まあ、A1 よりも A2 の方が等しいかより大きくて、まあ、A3 の方が等しいかより大きくて、まあ、こういう条件を持つ数列とします。でそうするとこれがコード単調どうかと言いますね。まあ直感的にの図を使って表しますと、まあ、横軸に N を取って、まあ、縦軸にこの数列 A の値を取るとしますと、まあ、過去に単調増加ですから、まあ、とりあえず減少はしないで、こう、だん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 増加していく列であるというふうにこう想像できます。で、そして、もう一つ、これ、上に有解って言ってます。上に有解っていうのは何だったかというと、この数列の全ての点がこうある値、例えば、まあ、K と言いましょうか、この値を超えることはないっていうんですね、ことが分かっているとしましょう。こうしますと、そういう数列があったとする、そういう数列でこうどん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 こう、まあ、点はこう等しいかだん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 上上がっていくと。しかし、ここを、この、まあ、K という値を超えることがないとするならば、この A っていうのは、まあ、ある値ですね。ある値、あるかに、収束する。でこれは証明できないので、収束するということを認めましょうっていうんですね。それが認めましょうっていうのがコーリーの意味なんですけれども、だからこういうこういうコーリー単調増加な数列があったらあって、その数列が有解ですね、ある値を超えることがないのであれば、そういう数列は必ずある実数にアルファに収束するということにしましょう。これによってその実数を作りましょうというのがこの、教科書などでコーリーを使ったコーリーで の実数の連続性コーリーの表し方です。で、まあこの授業では最初にその、まあ、カントールの区間縮小法で実数を作った後で、さらにまあこういうまた別な表し方で実数の作り方をやったんですけれども、これはまあ、いくつか動機がありまして、例えばその実数の連続性からこういろいろな極限数、まあ、極限って言ったから、まあ、関数の連続性などの性質を示すときに、まあ、実数の連続性というのはいくつか異なる書き表し方があるんですね。この書き表し方からこうっていうのはよく使われることがありまして、で割かし、まあ、証明の際にもこの記述の実数の連続性コーリーを使って、まあ、いろんな性質を示すということがありますので、はい、一応そういうこともありまして、今回、まあ、教科書にもコーリーとしてこれが載っていますので紹介しておきました。でこの実数の連続性のコーリーに詳しいことですね。例えばカントールの、区間縮小法から、まあ、これがですね証明できるとか、あるいはこれから逆が私示せるとかっていうような話もあるんですが、その辺の詳しいことはまた3学期の積分3の方で
詳しく授業が行われると思いますので、まあ、そちらの方をですね、興味のある人は勉強していただければというふうに思います。ここまで何か質問ですか？はい。それからあとこの実数の連続性公理 その応用の例としまして、教科書の方にはページのこのカッコ4で、自然定数の K、E ですね、これが存在するという性質 の証明があります。でこれはまさにこの実数の連続性を使って、示されるこの性質なんですけれども、まあ、本来はこの授業でもその証明のですね、概略を扱いたかったんですが、残念ながらちょっと時間が厳しくて、まあ、もう少し急いで先に行かないと1学期で石油まで終わらなそうですので、これはこの講義では割愛したいと思います。ただ先ほどの授業 のサポートページに載せてあります、僕の講義ノートにはその辺のことも書いてありますので、まあ、興味のある方は参考にしてもらいたいと思いますし、もしかしたら演習の授業で取り上げられるかもしれないので、こちらも勉強してほしいと思います。で、一応これで、ね、その実数の性質というのを一通りやりましたので、今度はその数列の局面をまあざっとやっておきたいと思います。まず、まあ、数列の局面といいますと、初めにやるのは数列の収束なんですが、まあ、数列 AN というのを考えましょう。で、この数列が収束する定義ですね。一応これ皆さん多分これまでやられてきたと思うんですが、定型やるかに限りなく近く、という時にこの数列もしくは極限値あると思います。という。記号は多分皆さんよくご存じだと思いますけれど
号で N が無限大に等しいのは AN イコール α。それからもしくは、まあ、AN が α に近づくと。で、N が無限大に、大きくなるときに AN が α に近づくという記号で表します。でまあ多分この定義は皆さんほとんどの人はにとっては自明だと思いますし、わざわざ書くのが面倒だと思う人もいると思います。で確かに それその通りだと思うんですけれども、一応まあ何でしょうね、講義のノートをつけていく都合上、まあ後からこう見返してそのゲームのルールブックでちゃんとルールを分からなかった時に見返せるように。一応その数学の言葉の定義もきちんと一応書いておく必要がありまして、こういうことをやってますので、だからもうこんなのうんざりだっていう人はもう分かるという人は別に、まあ、無理せずことはないと思うんですが、一応確認のために場所では書いておきますのでご了承ください。で、本来はですね、そのこの数列 AN がこの実数 α に収束することの定義というのがありまして、でまあ、これがその大学の積分での一番の山場の一つなわけなんですけれども、これもちょっと非常に残念なんですが、今の時間、そこを細かくやっていますと、またかなり、時間が足りなくなりそうなので、とりあえず今は、飛ばして、先へ行きたいと思います。で、もし時間があれば戻ってやりたいと思いますし、時間がなければまた3学期の人気分散の方で扱えると思いますので、ご了承ください。と、まあ、本来のこの数列 AN が実数 α に収束することの定義はですね、一応その、場所だけ書いておきます。まあ、数列の、収束の定義。については、これはですね、教科書の1.1 に書かれています。教科書の12ページで、でこれに関して、まあ、この定義 1.1 によるその数列の収束の定義の仕方はよくイプシロン N 論法というふうに呼ばれていますので、その名前だけ一応紹介しておきます。もしかすると、この演習の授業で紹介、実際の定義を説明してもらえるかもしれません。あと、僕の講義ノートにも、一応そういったイプシロン N 論法による数列の収束の、まあ、直感的な図式など載せてあります。でまあ、一応その本来僕がここで喋りたいなと思った内容をどんどんノートに書いていくですね。でただそれ全部喋るととてもこの時間内に収まらないので、ここからは大事な部分だけ見出して喋っています。ですので僕のこの講義ノートには本来僕が皆さんに説明したいことを全部書いていますので、まあ、もし後で時間がありましたら勉強するときに見てください。あと、ちょっと字がですね、非常に汚くて申し訳ないので、まあ、僕の講義ノートを読んで、判別不能な字がありましたら、ぜひ、あと質問に聞いてください。で、まあ、同じようにですね、その数列、まず数列の収束を、
まあ、まずは扱うわけですね。そうすると、あと、まあ、収束を扱えば当然、素数列の発散も扱いますので、素数列の発散についても書いておきましょう。まあ、この定義を多分皆さんよくご存知だと思うんですけれども、まあ、整列、今ここでやはり AN というのは使います。で、このまず最初に、番号 N を、限りなく大きくするとき、その時にその AN が、まあ、これも同じように限りなく大きく。まあ、この時にその数列 AN は正の無限大に入っていきます。もしくはこの AN の矢印、正の無限大括弧の無限大で表します消してもいいですかね。で、それからあと、まあ、正の無限大に発散するということを考えると、当然その負の無限大に発散するという場合もありますけれども、まあ、あれですよね、こうまた同じ文章をずっと書くのは大変なので、多分皆さんも大変だと思うので、ちょっと色変えて、ちょっと書き直すところでちょっと書き直してみますね。2番目としては、番号 N を限りなく大きくすることはでしょうね。で、今度は負の無限大に発散する定義なんですけれども、こう、マイナス AN が限りなく大きくなる。だから、まあ、言い換えれば AN は限りなく小さくなる。同じ意味なんですけれども、マイナス AN の限りなく大きくなる時に、これは数列 AN はちょっと込み入ってすみませんが、僕の無限大に発散すると言いまして、で、あとはその記号の部分、記号の部分は、このリミット N が無限大に行くときの N が、まあ、マイナス2になる。あとここですね。ここがマイナス2になる。で、表すと。一応これで、まあ、数列の発散の言葉は定義したことになります。
まあ、この辺は多分皆さん大丈夫ですね。多分年収なんかでもすでに扱っていると思います。で、まあ、この数列の発散の定義ですね、発散定義も数列の収束の定義と同じように、やはりこの、イプシロン論法と呼ばれる定義の仕方があります。で、これも非常に残念なんですけれども、まあ、先に見進む必要がありますので、今この時点では割愛したいと思いますが、講義ノートの方には一応書いておりますので、まあ、興味ある人は後で参照してください。で、一応まあ数列のその収束と発散の言葉を定義しますと、あと次に来るのは周数列の極限に関する性質です。まあ、大体数学 その、まあ、議論の進め方と、もしくはその授業の進め方っていうのは、まあ、例えば微積分とか微積分で扱う、まあ、概念ですね、概念と言葉、例えば今ですと数列の収束とか発散という概念を、まあ、こういうことを言いますというふうに定義したわけで、次にそれらの概念に関する、まあ、基本的な性質をこう一通り調べて述べていくわけですね。で、そういうことを繰り返しながら、だん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 、まあ、この授業ですと、その微分を実際にその数学的に矛盾がないように組み立てていく、もしくは積分の理論を組み立てていくというような形で進めていきますので、まあ、大体、今見ているように、最初にある概念を定義されたら、次はそれに関する性質が、まあ、出てくるというふうに思っていただいて、まあ、その前はそれで、まあ、理解できるんじゃないかというふうに、そういう議論の進め方をしていくと思います。ということで、まあ、数列の極限の定義にしますと、まあ、数列の極限の性質ですね、を扱います。これらの連続性質がですね、これ、まあ、ここでは証明はしませんけれども、一応証明いっぱい、イプシロン論法で、証明できるということで説明しておきます。まあ、その証明の詳しいことは、3月の、微積分3で扱います。そこで、その性質なんですけれども、これ教科書に書の定理として載っていますので、一応教科書を確認してみましょう。教科書の定義、1.1 というところです。教科書7ページですね。で、一生懸命この教科書、講義の教科書を読んで予習してきた人は、実は、この僕のですね、講義の、順番が、その教科書の記述されている順番と若干違うなということに気づいた人もいるかもしれません。で、実際その通りでして、一応まあ、その教科書の順番、書きている順番というのは、その教科書を書いた先生が、まあ、こう教えようという順番で書かれたと思うんですけれども、一応僕も、まあ、自分の今まで微積分を勉強したり、あるいは教えてきたりした経験などから、まあ、自分だったらこういう順番で教えた方が、まあ、もし自分は勉強するなら分かりやすいかなというのもありまして、そういうこともあって、多少その教科書の内容とはですね、順番前後しながらこの授業をやっていますので、一応そういう
そのつもりで言ってほしいと思います。ただ、今この授業の中でも、この教科書のここについて説明しますというときには、ちゃんと教科書のどこというふうに、今ですと教科書の7ページの定義 1.1 というふうに説明しますので、その際には各自教科書の該当する部分を参考してください。で、定義 1.1 は多分皆さんにとってかなり地面に近いことだと思いますし、教科書にちゃんと載っていますので、わざわざ板書して皆さんが載るという人は二度手間かもしれませんので、これここでは板書はしません。時間制限はありますので、板書はしません。ですので、皆さん必要に応じて、自分でノートを作ってください。で、定義 1.1 で言っていることは、まず、AN と BN っていう数列があるんですね。AN と BN という数列がある。一応ちょっと注意点だけ述べておきますと、AN の極限値、N を大きくしていくときの極限値が α で、BN の N を大きくしていくときの極限値が β なんですけれども、これは、この定理は、この α、極限値 α の β も有限な場合のみに限って成り立つ定理ですので、注意してください。α や β が発散しているときには、この性質は必ずしも成り立つとは限りません。ここで定理が使っているのは、その α とか、β が、有限な値であるということに注意してください。で、そのときに、例えば括弧1番ですと、その α プラスマイナス、AN プラスマイナス BN というのは、AN と BN をそれぞれ加えた新しい数列を考える。で、そうするとその新しい数列の、N を大きくしていただくときの極限値というのは、この AN の極限値と BN の極限値の倍になるということですね。これは必ずしも自明なことではありません。それから、括弧2番は、その AN という数列の定数倍という新しい数列を考えましょう。そうすると、その AN の定数倍の数列の、N を大きくしていただく極限値というのは、実はこの極限値ですね、AN の極限値の6倍、C 倍になっているというような話になります。あとは、括弧3番は、AN と BN、数列 AN と BN それぞれの、積からなる新しい数列。その積からなる新しい数列を考えていくと、実はその極限値というのは、元の AN の極限値と BN の極限値の積になる。そういう話です。で、4番は、今度はその逆に割り算なんですけれども、4番で注意するということは、この BN の極限値 β が、0ではないという条件がついていることに注意していく。で、そうすると、AN÷BN というと、やっぱり新しい数列を考えると、その極限値というのが、ゲータ分のあるというのが、4番ですね。それからと、5番は、AN と BN の代償関係が成り立っている。AN よりも BN の方が、不思議かより大きいという場合の極限値に関して、には、極限値も同じような代償関係になります。といったような性質があります。ということで、これはもう一度、皆さん各自、教科書の内容を確認しておいてください。それからもう一つ、同じく教科書7ページ、定理 1.2 というのがあります。でこれはちょっと説明、一応その定理の内容だけ説明しておきます。よくこれ、重ね打ちの定理と呼ばれます。で、何をどう挟むかというとですね、数列、ここでは3つの数列があるんですね。AN と BN と CN という3つの数列があります。で、
自然数 n に対して an、bn、cn の大小関係ってどうなってるかっていうと、こうなってですね、からまあ図で書きますと、まあ an が一番小さいんですね。まあ、an が一番小さい。で、まあ bn が、まあ、cn が一番大きい。で、bn がその an と cn の、まあ、間に挟まれてるんですね。まあ、それ3つの性質は大体、まあ、図で書くとこういう性質を満たしている。で、さらに、その数列 AN と CN ですね、この数列 AN と CN については、その極限値が分かっています。CN がアルファに収束して、AN もアルファに収束。一応こっちに書いてますね。m が無限大の時の AN と、CN の極限値は、ここにあるから。なると、その数列 BN の、まあ、どこへ行くのかということが、まあ、気になるわけですけれども、まあ、上と下からこう挟まれて、上と下が共にアルファに収束するんだったら、まあ、真ん中の数列 BN もアルファに収束するんじゃないのって、まあ、みんな直感的には思いますよね。で、まあ、その直感が実はその通りであるというのがこの定理です。ですので、この時には、数列 BN も収束して、その BN の極限値もアルファに等しくなる。ですので、これがどういう時に役に立つかと言いますと、例えば今この BN っていう数列が得体の知れない数列だったと思うんですよ。で、これをどうにかして収束を示したいという時に、実はその得体の分かっている、数列 AN と CN を上と下から挟める。上と下から挟んで、数列 A と CN、数列 CN が共に同じ値に収束するならば、その値の知れない数列 BN も同じ極限値を持つというのが、この定理の内容です。ですので、まあ、数学のいろんな問題を考えるときに、分からないものを相手にするときに、こういう形で分かっているもので上と下から挟んで、それで、極限値を求めていくようなことも、というのがこの定理 1.2 です。ここまで何か質問ありますか？はい、それでは一応今ここでの数列の話はこれでおしまいにします。次に関数の話をします。一応まだ映している人いるそうですけど、もうちょっと待ちますね。大体皆さんそちらまで打ち終わりましたでしょうか。そうしますと、まあ、微積分を考える上ではその極限っていうのを考えるんですけれども、その極限を考える際にはまず手っ取り早いところで、その一番基本的なものは数列の極限を最初に考えるわけですね。で、それが終わったら次にその関数の極限を考えます。そこでやっと関数というのは登場してきます。
で関数の極限を考えると、まあ、そこからその関数の極限を使って、その皆さん用意していると思いますけど、微分というのを定義していくという、まあ、ストーリーになっています。ですので、まあ、数列の極限の次にはその関数の極限に入ります。関数の極限といったときにですね、その、まあ、我々その多分日頃から日頃からかどうか分かりませんが、少なくともこの大学の中ではその皆さんの授業の中での関数というのをよく扱っていると思います。で、まあ、中学高校からですね、その関数数学なんかの授業ではその関数がこうずっと言葉を聞いていますから、こう何気なく考えていて、じゃあ関数って一体何って聞かれるときに、改めて聞かれると、関数はこれだっていうふうに答えられますかね。ちょっと、まあ、改めて聞かれると、関数って何で説明すればいいかっていうので、ちょっと戸惑う人もいるかもしれませんので、一応ここで改めて関数を扱う際に、こういうもんだという言葉の定義ですね。まあ、ゲームのルールみたいなものですけれども、この言葉の定義を一応復習しておきましょう。で、あと、まず初め、関数、漢字は、まあ、大体関係の関に数と書きますけれども、古い本とかですね、あと、他の書き方としては、この箱、関のところの箱という字を使って表すこともあります。ので、まあ、そういう本が出てきても面食らわずに普通に関数を読んでください。で、一応この関数なんですけれども、まあ、この教科書の、14ページからの関数の定義にもありますけれども、まあ、ある F というのが与えられていて、これはと言葉で最初に書きますけれども、まあ、集合 X、うん、集合 X というのが与えられていて、まあ、集合 X の、各元ですね、スモール X に対して、まあ、もう一つ別の集合 Y というのがあって、でこの集合 Y の、まあ、R で、スモール Y を、ただ一つというポイントなんですが、ただ一つ、対応させる。まあ、まあ、よく図で書かれる際には、まあ、あまり厳密な図ではないんですけれども、まあ、集合 X というのがあって、まあ、集合 Y というのがあって、で、まあ、X のある点ですね、ある点スモール X に対して、集合 Y のある点 Y を、スモール Y を対応付けましょう。ポイントはただ一つってことですね。まあ、この X がからはこの点だけにこう対応されるということに注意してください。で、この時に
質上の、まあ、関数。それから、まあ、いくつかそのこれから記号を書いていきますけれども、この x の弦ですね、スモール x に対応する。関数 L の まあこれ皆さんよく大丈夫、あ、誤報だそうです。ただし、本当になった場合には、ちょっと授業止めるかもしれませんので、その時には、揺れに応じて、適切な対応を取りましょう。今ちょっと、この教室のある点からですね、緊急地震速報の音楽が流れたので、まあ、でも一応大丈夫だそうです。で、もう話に戻しますと、この関数 F の値を、FX。これは FX ですね。で、さらに、それが、ある Y ですね。その集合 Y の Y に等しければ、まあ、皆さんよく知っている方ですけれども y イコール fx と、まあ、この辺はあ、まあ、皆さんよく知っていることです、それからあと x と y には名前がついていまして、x は独立変数と言います。これは文字通り独立に変化させるものからこういう名前になっています。それに対してその y が従属変数と呼ばれます。で、まあ、これは x を値を定めるとそれに応じてこう y の値が定まるんですね。ここまでいいですか。はい。等しければ、そうですね。与えられた x に対して、まあ、関数 f があればその x が1個与えられればそれに対してその y の値が1つ
定まりますから、まあ、少しく、F に X をこう代入させた、値がこの Y に対応しますよということを、まあ、表すという意味でこの Y イコール X というふうに表すというふうに思っていただければいいと思います。はい、まあ、等しくなければ等しくない記号を使って、まあ、まあ、ちょっと説明の仕方が若干分かりにくいかもしれないですが、どうしようかな。それでは Y に、F で X に対応するものが Y に等しいということを Y5 で X である、まあ、こういう意味だと言えばいいですか。はい、はい、これはちょっとここ説明の仕方を少し直しましたので直しておいてください。それから、あと、もういくつかその言葉がありまして、この、この集合 X ですね、この集合 X を、F の、定義域と言います。これはその、まあ、F によってですね、この、移される、X の集まりですね。これを F の定義域と言います。で、それに対して、この Y の FX か、FX、Y の部分集合で、まあ、ちょっとこう書くと一体何だって話なんですけども、まずちょっと先に定義を書きますと、これ F の地域と言います。で、この意味なんですけれども、ある点をこの関数 F で移すと、まあ、集合 Y のある一点に移るわけですよね。で、これをこの集合 X のこういろんな点をこう移すことを考えましょう。で、すぐ集合 X の全ての点をこの F で移した先っていうのが、この Y のいくつかの点の集まりになるというのがいいですか。この1点から1点を移すわけであります。1点が全ての、この対応ですね、この集合の全ての点から、こう、Y に移った点を考える。そうすると、集合 X の全ての点から、この Y に移った先っていうのは、一般には、この Y の部分集合になるわけですね。ぴったり重なるかどうかは分かりません。まあ、ぴったり重なる場合もある。ただし一般には重なるとは限らないです。で、この X の全ての点を移した先のからなるこの Y の部分集合。これが、こういって、まあ、集合の方なんで、集合の書き方とこういう書き方をしていて、実際には、この集合 X の、まあ、全ての点をですね、この F で移した先の集まり。ということで、これが、その、F の地域ですね。と言います。
あ、もう一度、ちょっともう少し書き加えた X における、もう一度抜けました。X における、ベグの値というふうに言います。でそれからあと、関数の書き方なんですけれども、その、まあ、一般のシャドウですね、まあ、より一般にはその数学では、シャドウと呼ばれるものを扱いますけれども、そのシャドウの書き方に習った書き方というのもありまして、次はどういうふうになったかというと、まあ、F、コロンと書いて、これ集合ですね。集合ラージ X からラージ Y の関数というふうに書きます。で、特徴があるのはその下なんですね。その下に、こんなふうにその集合ラージ X の弦、スモール X と書いて、で、下の矢印はですね、ちょっと特徴があるんですけれども、矢印の視点にこういう縦棒をちょっとつけて、で、上の矢印よりもちょっと短めの斜めの矢印を書きます。で、これで、今度はその Y の下に、この Y の弦として、まあ、FX。まあ、こういった書き方もよくされます。まあ、多分、こういった書き方は、この数学、大学以降の数学では、こう、予告なしで出ると思いますから、まあ、こういう書き方だったら、あ、これは、X という関数を考えていて、その F という関数は、X から Y の関数で、で、そういう、どういう関数になるかというと、実際にはここ今、抽象的に、経験数って書きましたけれども、これはより具体的な関数の定義する式が入ることもあります。例えば、y イコール x 二乗だったら、ここに x 二乗とかですね。あるいは、y イコール sinx だったら、ここに sinx とか、こういう関数を実際に定義する式がここに入ってくることがあります。ですので、こういう書き方も、されたら、まあ、こういう関数を扱ってみるということを、見ておいてください。で、まあ、ちょっとかなりその中、まあ、関数といってかなり一般中的な話、抽象的な話に、なってしまったんですが、まあ、ちょっと、少しその関数の例を、ちょっと見てみましょう。例えばですね、fx として、まあ、皆さん物理学理ですから、その、まあ、物理的な対象をちょっと用意しましたけれども、時刻が x からスタートして、どうしましょう。皆さん体育の授業で体力測定とかもうやったんですか。まだですか。今ですね、今の体育の授業でやっているかどうかわからないんですが、僕が現役の頃は体力測定というのがありまして、なんかその中に重力分散層というのがありました。理論はあるかもしれないですが、陸上競技場に集められて、で12分で何メートル走れるかというのを、測定するという、そういう測定種目がありまして、でちょっと普通のですね、競争とはちょっと別ですよ、違いますよね、普通の競争ですと、例えばフルマラソンのように、距離が一定 で、その中でそのタイムがどのぐらいになるかというのが競うわけなんですが。12分間走はちょっと特別で、時間一定で走った距離を競うという、そういう種目になっています。で、まあ、この場合ですと、まあ、そっちの方で、時刻 X まで走った距離を考えると、これがですね、
関数、これは関数として、F そしてこの実数 R の記号に0以上っていうふうなことを書いて、0以上の実数ということを集合を表すことができます。時刻は一応0からスタートしますので、この関数は0以上の実数に対する関数だということになるんですね。で、走った距離なんですが、走った距離は、スタート地点を0として距離を正に取れば、やはりこれです。正、0以上の実数まで関数といったような表し方を、しますね。そうすると、この関数は、定義域が、0以上の実数で、地域も、0以上の、実数というような関数になる。非常に、単純な例ですけれども、もし体力測定で12分関数をやることになったら、この関数を思い出してください。思い出すかどうかわからないですけど、それで、あと、1学期の、1学期ですね、一応1学期なんですが、1学期で扱う関数は、皆さんよくご存知だと思いますが、実数から実数への関数ですね。別に、ちょっと待って、ちょっと待って。